ヨーゼフ・ビカンは、チェコ系オーストリア人のサッカー選手、サッカー指導者である。ポジションはフォワード。愛称はヨーゼフに由来するペピ。RSSSF によると、ビカンは、親善試合を除いたすべての大会の合計で800ゴール以上を記録した。これは、記録が確認できる選手としては、ロマーリオの772点、ペレの767点などを上回り、 史上最多である。彼は、ブンダーチームと呼ばれた1930年代のオーストリア代表のメンバーの一人であり、1939年から1944年まで5年連続でヨーロッパ特典王に輝いた。左右どちらの足でもプレーできる能力、そして相当なスピードを持ち、100メートル走のタイム10.8秒は、当時の多くの陸上競技選手に被験した。 リフスは20世紀の最も偉大なゴールスコアラーとして、美観にゴールデンボールを与えた。国内リーグにおいては、406試合で607ゴールを記録し、得点王を12回獲得した。ウィーンにて、チェコ系ウィーン人の母ルドミラとボヘミア南部、セドリツェ出身の父、フランティシェクの間に生まれる。フランティシェクは、ヘルタウィーンでプレーしたサッカー選手だった。彼は、 第一次世界大戦から無傷で帰還したが、サッカーの試合中に腎臓を蹴られて負傷し、その手術を拒否したため1921年に30歳で死去した。母はレストランの調理場で働いた。一家の貧困により美観は裸足でサッカーをしなければならなかったが、彼はそれがボールコントロール技術の向上に役立ったと述解する。美官はヤン・アーモス・コメンスキーの開いた ウィーンのチェコ人学校に通った。父の死から4年が経った1925年12歳の時にヘルタウィーンのジュニアチームであるヘルタウィーン2でプレーを始めた。彼は18歳の時に当時ウィーン最大のクラブだった SK ラピードウィーンによって見出された。ビカンが最初に SK ラピードウィーンに加入した時、クラブは彼に150シリングを支払っていた。しかし、 20歳となる頃には彼を手放したくないラピードは600シリングを支払うようになっていた。1935年からはライバルクラブのアドミラウィーンでプレーした。ビカンは1937年にウィーンを離れチェコの SK スラビアプラハに加入した。彼は第二次世界大戦の前後を通してスラビアでプレーした。 8シーズンで328ゴールを挙げ、その中には24試合で57ゴールを記録した年もあった。27年のキャリアの間に12回のリーグ、得点王に輝き、また多くの選手と健康な若者が戦争へと駆り出されていた1939から40シーズンから1943から44シーズンにかけて5シーズン連続でヨーロッパ最多得点選手になった。 戦後の荒廃したヨーロッパにあって、いくつかのビッグクラブは、美観の獲得に乗り出した。ユベントスは、獲得に際して、相当な額を提示したが、美観は、イタリアが共産党に乗っ取られる可能性があるという、助言を聞き入れ、この申し出を断った。彼は、プラハに泊まったが、皮肉にも1948年に、同地では、共産党が権力を掌握した。美観は、 オーストリアで、ナチ党への入党を拒んだ時と同様に、共産党入りを拒否した。ビートコビツェにある、製鉄工場系のクラブ、V ビートコビツェへの加入を通じてビカンは、体制との関係改善を試みた。1951年に FC フラデツクラーロベに、加入したが、1953年5月に、地元の共産党によって都市。 そしてクラブからの立ち去るように強制された。退去後はスラビアプラハへ復帰し、1955年に42歳で引退するまで彼はスラビアでプレーを続けた。引退当時、彼はリーグの中で最年長の選手だった。1933年11月29日、20歳と64日でオーストリア代表にデビューし、スコットランドとニノニで引き分けた。 ブンダーチームと呼ばれていたオーストリア代表の一員として1934年ワールドカップに出場し準決勝に進出した。同トーナメントでの美観の唯一のゴールはオーストリアが3-2で勝利したフランス戦の延長で挙げたものだった。スラビアプラハでプレーしていた頃に美観はチェコの市民権取得を申請したが事務的なミスにより1938年 ワールドカップには出場できなかった。彼は3つのチームで合計34の国際試合に出場し、34得点を記録した。代表チームでの最後の試合は1949年9月4日、チェコスロバキアがブルガリアに3-1で敗れた試合だった。プラハのビシェフラット民族墓地にあるヨーゼフ、ペピビカンの破壊1968年に、プラハの春が起こり、 美観は国外で監督業に就くことを許された。彼はベルギーのトンゲレンの監督としてチームをディビジョン4からディビジョン2に引き上げ強い印象を残した。共産党によるプロパガンダへの協力を拒否したため共産党体制下では不遇をかぶり鉄道駅の労働者として働かせられていた。1989年にビロード革命で共産党体制が崩壊すると 彼はその名声を取り戻し、いくらかの資産も返却された。心臓疾患により最後の数ヶ月間を病院で過ごし、2001年12月12日に88歳で死去した。ありがとうございます。